ジャン・イポリットはフランスの哲学者、ヘーゲルをはじめとするドイツ哲学の研究者として著名である。また、20世紀後半にフランスで活躍した複数の哲学者、思想家を弟子として輩出したことでも知られる。イポリットはフランスのジョンザックで生まれた、高等師範学校の出身者であり、サルトルとほぼ同じ時期に在学していた。卒業後、 ヘーゲル研究に取り組むようになり、精神現象学を言語で読むためにドイツ語を読集した。1939年には、同著の注釈付きの筆訳を完成させ、これが後に出版される、ヘーゲル精神現象学の生成と構造の土台となった。第二次世界大戦の後、イポリットはストラスブール大学の教授に就任するも、1949年には、 ソルボンヌ大学に移籍した。1952年、イポリットは論理と実存を上司したが、これは後にポストモダニズムと呼ばれる思想潮流の誕生に少なからぬ影響を持ったと考えられている。道著はヘーゲルの精神現象学を論理学と合わせて一貫的に理解しようと試みた仕事だ。この作業を通じて、言語、存在、 際にまつわる諸問題が提起されたが、この問題系はまさに20世紀末の現代、フランス哲学者たちが揃って取り組んだものである。論理と実存の思想的重要性、中心性を示す一つの秀逸な例として、ジル・ドゥルーズによる道ちの書評が挙げられる。道ちの英訳は1997年に、ニューヨーク州立大学出版局から交換されたが、役者は懸命にも、 ドゥルーズの書評を付録として収めている。1954年、イポリットは高等師範学校の学長に就任した。そして1955年には、マルクスの初期の著作、つまり、ヘーゲルの影響が色濃く見られる時期の作品に関する研究を発表した。それはまさに、フランスにおけるヘーゲル熱が最高に高まっているタイミングでの出来事だった。 1963年、彼はコレージュとフランスの教授に選出され、初体系の歴史講座を受け持った。同時大臣であるサルトルたちが、ドイツ哲学から影響を受けながら新規性のある著作を発表してきたのに対し、イッポリットの方は、テクスト解説者、教育者、翻訳者として名を留めている。彼は、スータの思想家たちに影響を与えており、その中には、 ミシェル・フーコーや、ジル・ドゥルーズ、ジャック・デリダ、ジェラール・グラネル、そしてエティエン・ヌ・バリバールらがいる。マルクスとヘーゲルは、イッポリットの主張の一つである。ありがとうございます。